はい、こんにちは、エイブル大本店の北です。今日は京町にあるプチホワイエ高山という物件にご紹介させていただきます。こちら駐輪場があります。で、敷地内にゴミステーションもあります。こちら結構外観的にはくたびれた物件なんですけれども、今日ご紹介するお部屋はなんとフルリノベーションとなっておりますので、どんな内装をしているのか楽しみにお待ちいただければと思います。こちらね、ちょっと古い物件なんですけれども、オートロックもしっかりついてて、女性専用マンションということで、すごく安心してご入居いただけるようになっております。暗証番号入力すると鍵が開きます。今日は1階の部屋になっております。ちょっと緑もありつつという感じですね。ここが今日ご紹介するお部屋になります。中はこんな感じとなっております。こちらですね、玄関からもう綺麗、扉もピカピカです。真っ白、ここだけ見るともう全然新築の物件に急に入り込んだみたいな感じになっておりますが、先ほどの外観の物件のままです。シューズボックスも背の高いものがついてありまして、下の方にもスペースがあります。高さも変えれるのでブーツでもしまえます、ね、玄関もしっかり広いので、こうね、靴の脱ぎ履きも楽にできます。廊下が一面収納になってます。でね、すごい広い大きな収納、三連収納ですね。こちらは小分けにしていただくタイプの収納ですね。こちらは服をかけていただくようなタイプの収納になっております。単身向け物件ですので、単身者でこれだけ収納スペースがあればもう全然十分、むしろ余らせてしまうぐらいの広い収納ですね。で、こちらが玄関入ってすぐお手洗いついてなっております。手洗いももちろんピカピカの新品です。で、上部にも物を置ける棚なんかもついてます。でも今時といったような感じのお手洗いになっております。流すのもこんなボタンで流すタイプですね。こちらの左手には、洗面所兼脱衣所が出てくるといった形ですね。こちらの物件もともとはお風呂とお手洗いが一緒のタイプだったんですけれども、リノベーションするとここまで変わるんですね。お風呂もトイレも別で、さらに洗面台まで三面鏡がついております。向こう側ももちろん収納になっているので、これも今時今風な洗面台ですね。まあ、びっちりです。ここもすごく広いので、こうバチャバチャってやってもなかなか水が飛び散りづらい感じになっております。こちらもね、左の部分は小分けにできる収納、最近すごく流行ってます。かなりワイドなので収納も多くなっております。で、洗濯機置き場もついております。壁紙もおしゃれですし、何より綺麗。ここにも収納ついてます。めちゃめちゃしまえます。こちらお風呂ですね。浴室はかぶりながらも、こちらももうピカピカの綺麗なユニットバスとなっております。しっかりワイドな感じで、深さもあるんでしっかり肩まで使っていただけそうですね。で、乾燥ではないんですけど、まあ急速の乾燥みたいなのが、換気みたいなのが続いておりますので、一応浴室乾燥もできるっちゃできるって感じですね。壁の色もパステルカラー、ちょっとブルーがかった感じですごく可愛らしい、そんなお風呂になっております。女性向け物件ならではの、可愛さかなと思います。こちらがお部屋になっております。
でね、向こう側にはキッチン、これも新品、すごく綺麗です。コンロは2口ついております。収納もたっぷりですね。こんな感じですね。シンクはまだ未使用なので傷一つついてない綺麗なシンクです。ストーブにも収納があります。で、換気扇も新しいのがついてます。すごく普通にすごくいいキッチンです。で、後ろにはこんな感じで棚もついておりますので、食器置いてもらったりとか、炊飯器とかそういった電子レンジとか電化製品も置いていただけるかなと思います。こちらには収納にもなりますし、なんならここね、ちょっと椅子を置いたら机にもなりそうな台がありますので、学生さんとかね、勉強するために集中するような小部屋にもできそうな、そんな夢の広がる空間が広がっております。こちら横冷蔵庫置き場ですね。かなりワイドなので、ちょっと大きめの冷蔵庫でも置いていただけます。こちらお部屋は十分な広さの8畳のお部屋になっております。壁も一面アクセントクロスになっております。ね、結構ブルー味が多いので、ね、すごく落ち着いた癒される色味ですね。床とかがその他のクロスは全体的に白っぽい感じになってます。ベランダですね、やっぱりここ外の部分になってくるとちょっと年代を感じるんですけれども、この高さが、柵の高さが結構あるので、あの侵入とかは容易ではないかなと。で、あちらに見えますコインランドリーも近くにございますんで、すごく便利な立地になっております。よいしょ。結構ね、ここもよく車通るんですけど、全然音気にならないですね。やっぱりここは古いといえど鉄筋コンクリート造りのお部屋ならではかなと思います。こちらモニター本もついております。新品です。それでどなたが来られたかというのも一目瞭然です。皆さん、プチホワイエ高山いかがでしたでしょうか。フルリノベーションしているお部屋はこの一部屋のみとなっております。ね、好評であれば、あの他にも他のお部屋もリノベーション家主さんしてくれるかもしれないので、ぜひぜひお問い合わせご見学をお待ちしております。この動画を見てためになった、分かりやすかったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をして、もっとこうした方がいいなどのご意見ございましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。では以上、エイブル大本店の北でした。